ユスフレミルは、オーストリアウィーン出身のサッカー選手。FC バルセロナ所属。オーストリア代表。ポジションはフォワード。7歳の時にファーストビエナ FC のユースアカデミーに入所。その後2013年に SK ラピードウィーンのユースアカデミーに加入。2018年に飛び級で U-18 チームに昇格。 8月25日の同リーグデビュー戦の FC アドミラ、バッカーメイドリング U-18 戦で、いきなり、ハットトリック達成。2018から19シーズン中に、プロ契約を締結し、一気にチーム2に昇格。同シーズンは U-18 リーグで13試合6ゴールを記録。さらに2019から20シーズンには一気に、トップチームに昇格。 2019年12月14日の FC アドミラ、バッカーメイドリング戦でブンデスリーガ初出場。同シーズンはリーグ2位に入り UEFA チャンピオンズリーグの予備予選出場権を獲得。シーズン終盤には早くも VFB シュトゥットガルトがデミルの獲得に興味を持っていると報じられ、オーストリアの新たな振動として注目を集める。 2020年9月15日の予備予選のカー、ヘント戦に出場し、17歳3ヶ月13日のオーストリア人選手の欧州カップ戦の最年少初出場を達成。試合終了間際にプロ初ゴールを決めるも1から2で敗戦。19日の国内リーグ戦の SK、シュトルムグラーツ戦では途中出場ながら、ブンデスリーガ初ゴールを決めた。 11月5日の UEFA ヨーロッパリーグの単独 FC 戦では後半45分に欧州カップ戦初ゴールも決め4から2の勝利に貢献。重大ながらチームの中心を担う活躍ぶりに2021年3月には FC バルセロナがデミルの獲得を検討していると報じられた。2021年7月8日 FC バルセロナに ローン遺跡で加入したことが発表。当初は参加の FC バルセロナ B に配属される予定だったが、プレシーズンでのプレーブリが監督ロナルド・クーマンの目に止まり、そのままトップチームに帯同。2021から22シーズン開幕戦のリアル、ソシエダ戦でベンチ入りすると、8月21日のアスレティック・ビルバオ戦では0から1で迎えた後半17分に起用され、 移籍後初出場。試合は、メンフィスでパイの同点ゴールで1から1終了した。2018年に U-17 のオーストリア代表に招集され、ゴールを量産。2020年には飛び級で U-21 代表に招集された。2021年3月28日、2022、FIFA ワールドカップ、予選のフェロー諸島代表戦で代表初出場。 ありがとうございます。